準備の段階から様々な課題を抱え、多くの懸念が浮上していたパリオリンピック。26日にいよいよ開会式を迎えたが、やはり波乱の幕開けとなった。平和とスポーツの祭典において、政治的思想を持ち込むことはタブーとされているが、今回のパリオリンピックの開会式は、LGBTQ や多様性などの思想が色濃く出た内容となっていた。ドラァグクイーンたちによるパフォーマンスでは、キリスト教を侮辱するような表現が確認され、世界中で大炎上。UBI ソフトの問題では、フランス企業のアジア人軽視の思想が浮き彫りになったが、オリンピックの開会式においてもフランスのアジア人軽視がバレてしまうハプニングが起きたようだ。これに加え、選手村などの設備や食事に関しても問題が大量発生しており、ここから2週間、果たしてオリンピックを無事遂行できるのか、かなり怪しい状況になっているのだ。今回は、思想強すぎ。パリオリンピック開会式がヤバすぎて、国会議員が世界に向けて謝罪ツイートを発表してしまう。エコアピールのために、節約しまくりで各国選手の健康状態にまで影響が出始める。治安も激ヤバで今後の雲行きが怪しすぎる。パリオリンピックについて紹介していく。7月26日、ついに開会式を迎えたパリオリンピック。安全面や交通などに関しても様々な懸念が持ち上がっていた今回のオリンピックだが、やはり波乱の幕開けとなった。オリンピックといえばやはり開会式。通常、開催国の文化や歴史をモチーフに、様々なパフォーマンスが繰り広げられる。開催国にとっては国を挙げて世界にその魅力をアピールするまたとないチャンスだ。例えば4年前の東京オリンピックでは、世界的にも人気の高い日本のアニメやゲーム文化を全面的に押し出すパフォーマンスが高評価を得た。今回の開催国であるフランスは、かつての王政から市民が自由を勝ち取ったその歴史や、食や芸術を中心とした世界に誇れる文化を持つ国の一つだ。国民もそういった自国の文化や言葉、歴史に誇りを持つ人が多いイメージがあるのではないだろうか。しかし、そんな誇り高きフランスが世界に向けて発信した開会式の内容は、我々の想像をはるかに超える大炎上ものの内容だったのだ。フランスらしさを表現するはずの開会式パフォーマンスは、その歴史や文化そっち抜けで、今流行りの多様性をこれでもかと前面に押し出した内容だった。大人から子供まで多くの人が視聴するスポーツの祭典で、大勢のドラァグクイーンが踊り狂う。人によっては目のやり場に困る。とても上品とは言えないパフォーマンスには現地からもドン引きの声。中でも最も問題視されたのは、かのレオナルド・ダ・ヴィンチの代表的な宗教画である最後の晩餐をオマージュしたパフォーマンスだ。大勢のドラァグクイーンが絵画に描かれた聖人たちと同様に配置され、中央のキリストの位置にはプラスサイズの女性が、彼女がキリストの役であることを強調するかのように、彼女の頭には五行を表現する髪飾りまで。彼らはキリスト教の神聖な絵画をドラァグクイーンとプラスサイズ女性で表現。そしてよく見るとトランスジェンダーたちの中にはなぜか子供の姿も。そして極めつけには、そんな彼らの晩餐ということなのか、運ばれてきた皿の上には全身を青くペイントされた男が、我々日本人からすればギャグなのかとすら思ってしまうこの演出。しかし、これが世界中のカトリック信者の怒りを買うこととなってしまったのだ。キリスト教への侮辱だなどと SNS でも批判的なコメントが殺到することとなった。これ以外にも、おそらくジャンヌ・ダルクをイメージしたと思われる青白い金属の馬がセーヌ川の水面を走る演出があったのだが、キリスト教では青ざめた馬は絶命を意味すると言われており、縁起が悪すぎると炎上。トランスジェンダリズムと多様性をご利用しすることで、キリスト教の尊厳を侵害する内容が大批判を受けることとなった。ちなみにオリンピックの聖火リレーでも3人ものドラァグクイーンが採用されていた。ここで一つ確認しておくと、オリンピックとはそもそも平和のための祭典であり、政治的な思想を持ち込むことはタブーとされているはずなのだ。にもかかわらず、政治色全開のパフォーマンスに、フランスの保守派の政治家のマリオン・マレシャルは自身のツイッターで世界にこう呼びかけた。式典を見ていて、
この最後の晩餐のドラァグクイーンのパロディに侮辱されたと感じている世界中のキリスト教徒の皆さん、発言しているのはフランスではなく、どんな挑発も厭わない少数派の左翼であることを知っておいてください。イーロン・マスクも、これはキリスト教徒に対する極めて無礼なものだと投稿し批判。パリオリンピックの開会式はドラァグクイーンのショーと化したのだ。とはいえ、フランスの歴史を表現するようなパフォーマンスもあった。しかしこちらもなかなかの迫力。ギロチンで処刑されたマリー・アントワネットがドラァグクイーンのように化粧が施された自身の首を抱えて歌うというパフォーマンスだ。さらに建物からは赤いリボンが吹き出す演出も。しかしこれがまるで血のように見え、悪魔崇拝のようだとの声が上がっている。これらの批判に対してパリオリンピックの主催者は、このショーは人間同士の力の理不尽さをユーモラスに強調することを目的としたと発言。フランス人にとって市民革命は民衆が自由を勝ち取った名誉ある歴史だが、それを理不尽な力と言い放った主催者、このフランスの歴史を冒涜するような主催者の発言がさらに批判を集めることとなった。そんな開会式でも唯一レディ・ガガやセリーヌ・ディオン、そしてフランスのアーティスト綾中村のパフォーマンスは好評だったようだ。しかしフランス語に誇りを持つフランス人からすると、綾中村の音楽のジャンルやボイスチェンジャーを使うスタイルがフランスを代表する歌手にはふさわしくないという意見も出ていた。そしてさらにカナダ人のセリーヌ・ディオンやアメリカ人のレディ・ガガがパリオリンピックで歌唱することに対しても、フランスで行われるオリンピックでその国を代表するアーティストが採用されないのはおかしいなどの声も出ている。ちなみに誤解がないよう補足しておくと、マリ系フランス人の綾中村には日本のルーツはない。かつてヒットしたアメリカの連続ドラマヒーローズの中の彼女のお気に入りの登場人物弘中村から撮ったという。さて、当チャンネルではこれまで何度かフランスのゲーム会社 UBI ソフトが日本の文化を軽視したゲームを発売した件について取り上げてきた。同社はポリコレによる黒人優勝をする傍ら、アジア人やその文化に対する配慮が全くないことが露呈していた。今回のオリンピックの開会式でも韓国選手団が登場した際に北朝鮮と紹介するというありえないミスを犯した。これ以外にもフランスはワールドカップにおいても日本のことをジャップと表記し炎上していた。フランスはゲーム会社だけではなく国家丸ごとポリコレに汚染されてしまっているようだ。これにはフランス国内からも、ポリコレ汚染にはもう耐えられない、最後の晩餐を模したパフォーマンスはもはや挑発でしかない、イエスの位置にいる肥満女性、ヒゲを生やした女性の挑発的なダンス、ドラァグクイーン、これって果たしてフランスのイメージでしょうか。最悪のオリンピック開幕。オープニングのマリー・アントワネットはひどいと思ったけど、さらに驚きだったのはあれやってた人たちも男だったこと。今回のオリンピック開会式には深い憤りを感じます。ウォーキズムと LGBT 活動は全てを破壊しています。これで彼らの狂信には限界がないことが分かった。開会式でフランスとフランス人は屈辱を受けた。開会式以来世界中でフランスは国際舞台の笑い者になってしまったなどの怒りの声が上がっている。そしてこれ以外にも圧倒的な準備不足や治安の悪さも指摘されていた。開会式における手対策として、一定のゾーンは市民でも QR コードなしでのアクセスを禁止するなどの対策をしていた。これによって交通は大混乱、市民からは大ブーイングが起きていた。こうした対策のために市内の警備に人員を割きすぎた結果なのか、何者かによる電車の線路の破壊行為が起きてしまったのだ。フランスには TGV という日本でいうところの新幹線が通っているのだが、開会式当日の26日に線路の複数箇所で放火や破壊の被害に遭っていたことが分かっている。これについてフランス国鉄の幹部は、線路の分岐地点など高速鉄道網を広範囲に麻痺させるために効果的な場所にある設備が狙われたとの見解を発表。このタイミングでの破壊行動、狙いは確実にオリンピックの混乱だろう。これによりイギリスとフランスを結ぶユーロスターも一部運休を決定。80万人規模の影響が出ている。そして実際に女子バスケットボール日本代表はこの影響で足止めを食らってしまい、彼女らは開会式に出ることができなかった。交通以外にも
出場選手にとって欠かせない要素である食事に関しても問題が出ているようだ。7月18日からオープンしている選手村において肉食メニューが少ないことに各国選手団からの不満が相次いでいるのだという。イギリス紙のザ・タイムズはこれについて、英国オリンピック協会アンディ・アンソン会長は、卵や鶏肉など特定の栄養素が十分ではない、選手たちに生の肉が提供されることもあるなど問題があるなどとし、独自のメニューを選手団に提供していると報じている。実際にイギリス代表団は25日に母国からシェフを呼び寄せているようだ。フランスといえば美食の国とされ、パリ五輪はミシュランのシェフが選手村で食事を提供するとされていた。その一方で、英国の食事はといった意地悪な指摘が出ているようだが、そんなことよりも選手にとって量の不足が深刻な問題になっているようだ。そして驚きなのはこれに対するフランス大会運営側の言い分だ。なんと、炭素排出を減らすため選手団に肉より野菜中心のメニューを提供していると主張しているという。パリオリンピックでは CO2 削減の観点からエアコンの設置も行っていない。ポリコレに並んでエコロジーに関しても意識が高すぎて、選手にとって快適な環境を提供できず、もはやオリンピック開催国としては破綻してしまっている。選手たちの戦いの舞台となる競技場に関しても一悶着あったようだ。柔道の会場として使われたシャンドマルスアリーナ、実は開会式の前日の7月25日まで緊急工事が行われていたのだ。そしてその驚きの理由は欠陥工事。床の密度が一定ではなく、敷いた畳が安定せず、国際柔道連盟から NG が出てしまったのだ。フランスは仮にも柔道強豪国にもかかわらず、よりによって柔道会場の施工に欠陥が見つかったのだからお粗末すぎる。ちなみに柔道の会場はもともとベルシーアリーナという会場が今まで使われてきたようだが、なぜか今回に限っては他の競技に使うため柔道には使用できず、結局会場の工事と準備はギリギリで間に合ったようだ。シャンドマルスアリーナにて予定通り試合が行われた。柔道女子 48kg 級と男子 60kg 級は本アリーナで開催され、日本は角田夏実が金メダル第1号を獲得、男子は永山隆二が見事銅メダルを獲得することとなった。素晴らしいスタートを切った日本。しかしここから2週間、食事面や環境面で選手の体調に悪影響が出ないことを願うばかりだ。わざわざ五輪を誘致したにもかかわらず、スタートから不安要素がいっぱいのパリオリンピック。現地では警察の数が足りていないという話も出ているようだが、セキュリティの面も含め果たして無事にやりきることができるのだろうか。いろいろな意味で今後もパリオリンピックから目が離せない。